はい、今日はちょっとウェットコンディションで残念でしたけど、今からダララに乗りますんで、ちょっと楽しみと不安がいっぱいあります。軽さによって、まあ、もちろんパワーもありますし、特に高回転が、の伸びが結構いい感じで、例えばレースモードにしてるとそこからスーッとフラットな感じで、クオリファイモードにすると少しこうブーストが高めになって、特に腕の伸びが感じられます。パワーの出方がすごいピーキーな感じではなくて、スムーズにフラットに速い感じですね。だからダウンフォースもすごく大きいんで、すごくこう伸びるって感じではないですけど、ストレートエンドが、ただ接地感がものすごくある状態のストレートのエンジンパワーですね。ブレーキはね、ものすごく扱いやすかった。逆にストラダールよりもこっちの方が自然な感じで使いやすかったです。コーナーのブレーキのまずその手前がストレートがもう網があるんですけど、ハイドロの感じもなくて、すごく接地感があってダウンフォースを押さえつけられてる感じの状態で打ち込まれて、正直ウィットなんて本気ってそこまで踏めなかったですけど、もうものすごく安定感があって、フラスクこともなく ABS の効きもすごい良くて、非常に正直扱いやすかったですね。1コーナーから A コーナーの時に少しこうカワーの部分があるんですけど、そのカワーを乗り越える時も、もうその辺りのスピードですごいこうダウンホースが発生してるんで、そのカワーはもう普通に越えれますし、ヘアピンに関してはもうブレーキから曲げていく時に、この車のバランス結構リアがしっかりした状態で、ある程度ね、コーナーのハンドル切って途中でグッて中が効くとこがあるんですよ。でそこでうまく曲がってくれますね。でパワーかけていくとこは雨だと少しやっぱ慎重にいかないと、やっぱりさすがにリアが出ちゃうので、そのあたりは少しこう気をつけながら行くんですけど、案外トラクションコントロール今雨で7とか最大に効かせると、そこで結構止まってくれる感じもありましたね。あとピーキーさを感じるのはね、アクセル踏んでいく時にやっぱさすがにパワーがかかる時にちょっとありますけど、それ以外はそんな感じがなく、その先も結構思ったところで曲がるし、まあただセッティング的にちょっと今日はジェントルマン仕様という、まあジェネラルの仕様で、少しアンダーステアが強い状態だったんで、もうちょっと曲がりやすいセッティングしていけば、もう少し曲がっていくのかなって気がするし、そうしていったら、ダウンフォースもリア減らしたりすると、それとも伸びるのかなって気がするので、ちょっとそういう方向性、まあいろいろレーシングができるようにアジャストしていけば、もっとそういう楽しみができるんじゃないかなって気がします。